どうも、占い師のゲッターズイです。アシスタントの億万です。この番組ではゲッターズイダの占い、ゲッターズイダの生命判断の会員で動画鑑定にご応募いただいた方の中から抽選でご当選された方を鑑定してまいります。さあ本日は、東京都20代前半女性、ルチアさんでございます。おめでとうございます。現在付き合って1年の彼と同棲をしております。出会ったのは去年の10月で、お付き合いを始めたのは昨年の11月になります。告白をされる際に結婚を前提に付き合ってほしいと言われ、私も承諾し付き合ったのですが、本当にこの人と結婚してもいいのか不安になる時があります。彼を大好きなのは変わらないですが、お互い年齢も若いということもあり、結婚した2人を想像することができません。相手が最近転職し、金銭面的に安定してないことも不安要素です。私たち2人は結婚の相性は良いのでしょうか。ルチアさんを占いまして、彼も見ましたが、結果からお伝えしますが、来い、お願いします。この2人結婚します。おー、やったー やったー、よかったー。ただ、1個は2019年中に1個話が固まるは出てるんですが、1個あるのはルチアさんに結婚願望がないです。あら、あっちはじゃあ本当にそう思ってる。彼の方がまだ情があるので進む可能性は高いんですが、いざとなると逃げるのはルチアさんなので、でもいいですよ、若いと結婚した方がいいですよ、そんな、そんなで、相性というかなりレベル高いです。結婚する相性のところに入っているので、すごい、全然問題ないので、一人で、お互い最初に会った時にこの人かなって特に彼は思ってると思いますんで、じゃあ最初に言ってんなら、じゃあ結婚しようって言って、年内中に話を進めるといいと思います。特にお、いいのは春かな、一番最短で春、4月5月6月4月5月6月とっても2019だから11月12月か、だから2019年の年末、春ご結婚が一番いいと思いますね。このあれですか、あの相手が最近転職し、こう金銭面的に不安っていうのも、いや関係ないですよ、大丈夫ですか。金銭面的不安っていうのはこういう人に言う言葉ですから、また俺に帰ってきた。いや、そんなことだよ、僕はどんな人だって金銭的不安ですよ、すべての人。大丈夫です、貨幣価値がなくなれば意味ないですから。貨幣価値がなくなればいい、そうです、お金なくなりましたってなれば、それまでなんですか。そうなってもいいように支え合えるにするのは夫婦なので、いや別にお金、ね、困ってもじゃあ私働いてなんとかするよその間、ね、その間なんか就職頑張ってよみたいな、するそういういい女房になってください。より愛がね深まる可能性もありますから、はい、ですよ、頑張ってください。以上ゲッタズイでした。億万でした。